皆さんこんにちは、コバショーです。今回はですね、メインチャンネルで出した改正生の学歴観についてというものをちょっとね、このサブチャンネルで補足をしようかなというふうに思います。この動画が出る1週間か2週間前にメインチャンネルで出した動画なんですけれども、改正生の学歴観ということで、中橋さんがですね、僕に対して、僕が今どうかではないですよ、高校生の頃に、いろんなね、大学に対してどのような見方をしていたのかっていうのを、動画にさせていただきました。正直ね、ストレートにいきなりバーンと言ってしまうと、多分ちゃんと前提を理解していただけなくて、ちょっとね、炎上してしまうかなというふうに思ったので、結構丁寧にね、流行りの前提の説明をさせていただいたんですけれども、結果として、かなりの方にね、好評いただきまして、いろいろ質問だったりとか、私もやる気出ました、僕も頑張りますみたいなコメントをいただいて、結果的にね、我々がお願いしたいことは勉強頑張ってということなので、そこのね、目的に関しては達成できたのかなというふうに思います。で、正直ね、僕はもっとなんかこう、なんか逆風というか、いろんなこと言われてしまうのかなと思っていたんですけれども、視聴者の方にね、すごい理解してもらえたことは、僕自身も嬉しいことだなと思います。その中でですね、いくつか、質問だったりとかコメントがあったので、今回はね、その補足みたいな話をできればなというふうに思います。コメント欄で普通にね、文章で返してもいいんですけど、むしろ文章で返そうと試みたんですけれども、ちょっと長くなる感じだったんで、だったら動画でね、話した方がわかりやすいかなというふうに思ったし、他の方もね、見られるということで、今回動画を撮ります。でですね、まず1個目なんですけれども、改正のですね、下位30番ぐらいから、結構上位の大学に受かっている人間がいると。だから正直、小林がもうちょっと、マイルドに言っていて、結構もっと過激にね、表現できるんじゃないか、みたいな、コメントをいただきました。で、これに関してはね、半分イエスで半分ノーな部分があるんですよ。これどういうことかというと、例えば改正で、下から例えば50番とか、下から100番でも30番でもいいんですけど、これって何の番号なんですかね。改正ではですね、2つ、試験の順位が出るものがありまして、1つがクラス内の、いわゆる定期テストの順位です。で、これに関してはですね、別にクラスでビリであれば、クラスが8個あるので、そのワースト10ぐらいなことを、一応言えるっちゃいるんですよね。ただ、明確にですね、実力テストで、ワースト10位じゃないので、もしかすると定期テストは本当に勉強してなかったり、自分が使わない科目を全くもって勉強してなくて赤点を取ったりすれば、当然悪くはなりますから、そういう人が必ずしも実力がないかって言われると、またこれ微妙なんですね、受験においては。で、一方でもう二つ目としては、実力テストというものもございます。おそらく、高1とか高2に関しては、年に2回ぐらいですかね、あって、高3になるともうちょっとあるのかな、4回、5回ぐらいあるのか忘れましたけど、何回かテストがあって、それはそれで順位が出ます。で、それに関してもですね、順位の出方がいろいろあるわけですよ。で、当然文系と理系で違ったりもするんですけど、一応合体した順番っていうのも出ますし、正直だから一概にですね、何番だから実力がどのぐらいってことは言えないんですよね。で、しかも今申し上げたように、その何度もテストがあります。で、普通に中間期末とかっていうテストもあるので、テストの数、普通に多いわけですよ。普通のいわゆる、学校さんでも同じようにね、模試とか、いろいろ実力テストとか定期テストとかやってらっしゃると思うんですけど、なので、例えば、下から数えて50番目の人がいましたって言っても、じゃあその人は、その高校3年生の間、ずっとぴったり50番だったのかっていうと、多分そうじゃなかったりするんですよ。もともとはもうちょっと良かったけど、勉強してないから落ちてって、最後の方50番って人もいれば、高3になりたてぐらいの時は、後ろから50番だけど、多少勉強して、後ろから150番ぐらいまで行きましたって人もいるし、結構その辺は入れ替わったりしますし、どんな問題が出るのかにも変わるので、その僕がだいたいこのぐらいの順位だったらこの辺に行きますよっていう言ってる表現の僕の感覚と、多分その、おそらくご友人か何かがね、そういう経験をされた方ということだと思うんですけども、その方の感覚で当然やっぱ違いがあるんですよね。だから別に僕が、なんてわざと、なんか皆さんに迎合して、マイルドに言っているというわけでもないですし、当然厳しく言ってるわけでもないですし、僕の感覚だとこうだなって話をしてて、で、多分そのご友人の話とか、もしくはそのご友人の話を聞かれた、そのコメントしてくださった方の感覚との、若干のズレっていうのもやっぱあるんですよね。だから本当に、改正の中でも、やっぱり勉強が苦手だなっていう人も、いて、そういう人はですね、例えば、今回動画で出た大学群で言うと、元マーチとか、マーチも難しいですかね、日東駒線とかに進学する人がいなくはないんですよ。
いなくはないんです。ただじゃあ、改正のビリだったら、じゃあ必ずどこどこなのかっていうと、まあそうじゃないわけですよね。その、じゃあビリって言っても毎年そのね、変わりがありますから。なので、ちょっと一概にやっぱ言えないとこは難しいので、まあ僕の言える感覚の範囲で、まあ今回お話しさせていただいたっていう感じですね。で、だから変にこう自分を守るためにマイルドに言ってもいないし、こうなんか動画を盛り上げるために過剰に言ってもいないので、本当にまあ当時の僕の感覚はこんな感じっていうのを、まあお話しさせていただいたというところですね。で、あとですね、いくつかコメントで結構多かったのが、まあ、改正にとってマーチはエフランですよねっていう、まあ、コメントが多かったんですね。で、まあ、それに関しては、まあ、いろいろこう、どうなんですかね。皆さんから言うと、やっぱ今時の表現を使うとそういうことになるんですかね。そのエフランっていう言葉は僕にとってはですよ。あんまりだから、そもそも、高校生の時にエフランという言葉を知らなかったか知ってたかっていうと、多分知ってはいたと思うんですけど、こう普段からエフラン、エフランみたいに使うような表現じゃなかったんですよね。で多分だからそれは皆さんの今の時代と、僕の時代のまあ世代ギャップというか、まあそういうことだと思うんですよ。なので、そのエフランって言われると、やっぱどうしてもそのボーダーフリーでその定員に満たない大学っていうイメージが僕は強いんですよ。今の例えば改正のね、高校生の子たちがどう思ってるかは知らないですけど、僕に関してはやっぱボーダーフリーの大学って感覚が強いので、その簡単な大学のことをエフランっていう風に表現するっていうのはあんまり僕の感覚としてはないんですよ。まあなく、まあ、全くゼロではないけど、まあネットとかでそういうこと言ってる人いるのかなぐらいな感じで、まあ実際リアル社会でそういう風に言ってるのは聞いたことがほとんどなかったので、なのでマーチはエフランですかって言われても、別にマーチって倍率あるよねっていう感覚なんですよ。なのであんまりそのエフランっていう感覚はないです。ただ多分皆さんの感覚からすると、いやそういうことが言いたいわけではなくて、まあ改正の人からすればマーチってめっちゃ簡単に受かるでしょっていう表現だと思っていて、まあそれで言うと、まあ動画でも言いましたけれども、本当に何も勉強していない人ってやっぱり学年に数名いるんで、そういう人はもしかしたら合格できないかもしれないですけれども、まあ大半の改正の子たちはマーチをまあ普通に受かる実力というのはあると思います。はい。まあ、少なくとも、マーチの勉強を、そうですね。まあ、数ヶ月ぐらい、まあ、ある程度一生懸命、単語やったり、英語をね、読解やったり、まあ、何受験するかわかんないですけど、社会やったりとかっていうのがあれば、まあ、少なくとも文系に関しては、いけることが多いんじゃないかなと、個人的には思います。はい。それはもうなんか、誇張でもなく、かっこつけて言ってるわけでもなく、まあ、僕の今思う客観的な、分析ですね、だと思います。で、ただ、そもそもマーチがいい悪いとか、日東駒線がどうっていう感覚が、やっぱり当時はないんですよね。一応僕は塾にも行っていましたし、塾だとやっぱりこう、東大とか総慶とか、マーチ、日東駒線何名みたいなね、こうやるじゃないですか。なので、こう、大学軍として、まあ、総慶がね、私立で言ったら一番上で、まあ、総慶上位でもいいんですけど、総慶が上で、で、次に、まあ、こう、マーチとか、まあまあ、G マーチとか、まあそういったものが来て、で、その次に、まあ、日東駒線なのかな、ぐらいなんですよ。だから、例えば、じゃあ、マーチと日東駒線ってどれぐらいの違いがあるのかとか、総慶とマーチってどれぐらいの内容差があるのかっていうのは、あんまり正直申し訳ないんですけど、当時は分かってなかったです。はい。やっぱり自分の視野に入っていないので、別に偉そうに言ってるわけじゃないんですよ。ただ自分の視野に入っていないので、わからないっていうのが実情なんですよね。だから例えば、僕が大学生になってですね、まあ、普通にこう友達の友達みたいな感じでこう輪が広がっていくじゃないですか。でそこで例えば、いたのが明治大学に通っている人がいたんですね。でその人は明治大学に通いながら、まあ、仮面浪人で、まあ、東大受けたいみたいなことを言ってたんですよ。まあ、結果的に多分卒業してそのまま就職したと思うんですけど、まあ、まあそういう方がいて、で明治って言われても、その例えばもちろんそもそもね、大学の学歴でバカにする気なんてものってないんですよ。ないんですけど、あ明治って言われたら、あ知ってるみたいな、その大学知ってる、へーみたいな、どこに明大前にあるんでしょうみたいな、まあ、そういう感じでしかないんですよ、逆に。わからないから。だから単純にその、あ、マーチで言ったら一番だよねとか、そのね、G マーチで言ったらね、頂点じゃんみたいな、そういうこともよくわからないんですよね。だ明治って言ったら、知ってるその大学っていう、そういう感覚なので、あんまりだから、なんていうんですかね、そのマーチだからダメとかいいとか、そういう感覚はないと思いますね。はい。むしろどっちかっていうと、例えば、まあ、東大の文系ってあんまり序列ないんですけど、多分医学部受験する場合って結構序列があるじゃないですか。で、僕は、高校生の時は医学部受験のことをほとんど知らなかったんで、メインチャンネルで話したように、ちょっとね、お恥ずかしいぐらいの知識だったんですけど、多分、医学部の人たちってなんかいろいろ言ってたんで、どこどこの医学部よりはこっちがいいみたいなことは、なんか言ってたんで、まあ、医学部受験とかしてる人だと、まあ、多少そういう序列
とか、まあ、そういったものを気にしている部分もあったのかなっていう感じですね。ただ僕はその中身が全然わからないので、例えば慶応の医学部なんて言われたらね、僕全然知らなくて、結局早慶でしょみたいな、そんな風なアホみたいな感覚で昔の自分ぶん殴りたいですけど、そういう感覚出したし、やっぱり知ってるか知らないかなんですよね。だから別に慶応の医学部だったらかっこいいからね、知ってるとか頭いいから知ってるとかじゃなくて、やっぱり自分の視野の範囲でしか知らないし、今みたいに YouTube でいろんな情報を仕入れられる年代でもないので、本当に僕なんか文系ですから、まあ文系言ったらまあ東大でいくつかの大学ね、その周辺にあってみたいな感じで言うと、それこそ医学部とかそのマーチとかってまあ知らなくなっちゃうってことですね。なので、まあ、F ランかどうかとか、そういう風に下に見てるとか、そういう感覚というのは、まあ、正直なかったですね。だから動画でも言ったと思うんですけど、逆にだから僕驚いて、そのチューターを始めた時に、その初めてね、そのマーチ志望の人と出会って、そのね、過去問わかりませんとか問題わかりませんみたいなもので、教えてあげるわけですよ、チューターだから。そうすると、あ、これで大学受験突破できるんだっていうのは、まあちょっと驚きだったりするわけですよね。もちろん そういって驚くような姿を生徒には見せないですけど、あ、自分の中では、あ、そうなんだっていう学びは正直ありました。ただやっぱりいろいろね、自分もこうチューターとして経験を積んでいくと、あ、世の中の人の、まあ、平均的な学力ってこのあたりだなとかね、その大体こう暗記とか、ね、これにかかる時間ってこんぐらいなんだなっていうのが、まあ、だん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 と自分の中にこう、なんていうかな、身についてきたというか、まあ、理解することができてきたので、まあ、一応自分はね、いろんな、ね、生徒さん指導できる知識を持つことができましたけど、やっぱりね、東大生、まあ、少なくとも中学校から行ってるような人だと、まあ、そういったね、僕みたいな偏りっていうのが、まあ、少なからずあるとは思うんですよね。まあ、今はね、結構情報の時代なので、まあ、どんなところを志望してても、いろんな大学の情報は入ってきますから、それこそ YouTube とかでね、まあ、昔の僕とはちょっと違うとは思うんですけど、まあ、そういったことは言えるかなというふうに思います。はい、というわけで今回はですね、まあ、改正生の学歴観の、まあ、裏話ということでですね、今日は動画を撮らせていただきました。またね、皆さんの興味のあるテーマありましたら、まあ、ちょっとせっかくなのでサブチャンネルでいろいろとね、お話できればなと思いますので、ぜひね、ご要望やコメント、いただければと思います。まあ、リクエストなんかもね、書いてもらえれば、もしかしたら実現できるかもしれません。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。